さてやってまいりました、テクニックステージ高田、広島県にある、ダートラコースですね。もうダートラの聖地とまで、言われてるような言われてないような、まあ、そんなコースなんですけれども、ここのコースの特徴としましては、まあ、すごく、まず広い敷地が広いっていうところと、あと路面が非常にフラットで車を傷めにくいっていうのが私の中での特徴で、あとは何といってもハイスピードですね。もうストレートがとにかく長くて、もう4速に入るんですよね、車へギアが。正直走っていてめっちゃ怖いですなんですけれども、走り終わった後の爽快感はこれまた格別でいいですね。さて、公開練習はですね、まあ、練習なのであくまでも車のフィーリングチェックということで、車を壊さない程度の走りで、とどめておきたいと思います。9月中旬もですね、上旬9月10日ぐらいかな、十何日か忘れましたけど、まあ、ここの、中国あと九州かな、まあ、筑西に私、参加してきまして、もう今日とほぼほぼ同じコースなんですけども、もうその時はね、もうひどい走りで結構ショックを受けてました。いよいよスタートラインですね。攻めすぎず、いつもの走りで頑張りましょう。とりあえず車無事に、走り終えてよかった。ありがとうございます。ジャリジャリですねアクセル踏めないです全然それを前出してかなはい、白飛びしてるかな、
今スズランホテル木原といった、民宿のような、民宿ではないか、立派なホテルですね、ホテルを、出たところで、今からなんだ晩ご飯か食べに行こうと思います。この辺ね、いろいろご飯屋さんはあるんですけれども、ちょっと今回は貧乏旅行ということで、地元の、ファミレスにですね、まあ、チェーン店ではないんですけれども、なんか雰囲気の良さそうなファミレスがあったんで、そこに行こうかなと思ってます。なんで？どうしたん？胃が痛い、なんか。いいよ、代わりに俺がご飯食うから。いや、食べるんだけど、なんか急に胃が痛い。そっか。でもなんか最近さ、急に体どっか痛くなること多々ある。ストレス？あ、ストレスね。うん。職場やろうな。そうか。うん。すげえ、なんか車がある。レビンかな、あれは。違うかな。シルビアかな。わかんない。なるほど。お腹すいたな。お腹すいた。ファミレス調べてると、いろいろステーキとかさ、こう、ポテトとかいろいろあるみたいから。カツもあったね。カツもあったな。うまそうやった。カツ食って明日カツぞってやりたいけどさ。うん。トイレがスタートした家から朝の一番が。でも多分さ、何食べてもトイレからスタートだと思うよ。なんやろ、本番前の緊張でトイレだから、でも。ここですね、レストラン、タイニー。手作りのおもてな、手作りいいね。うまそう。入り口はどこだろう。かな。結構ね、ここのお店評価がすごく良くて、楽しみ。うん、綺麗。なんかちょっと綺麗だった。新しい目の感じ。え、お寿司とかいろいろあるやん。こんな感じです。こんな感じ。おー、ステーキめっちゃでかい。え、でかくないこのステーキ。お得らしい。俺ステーキにしようかな。あれかな、オリジナルステーキ。あ、違うな、忘れてる。分からん。まあ、ということで、今から入店しまーす。まずはお水だけど。乾杯。どうでした？今日の旦那の走りは、一言で言うとしょぼかった。頑張ろう。頑張ろう。優しいな。いつもだってもうこれでね、うん、何があっても終わりなんで、全日本とりあえず。そうね、今年度は終わりやし、今の車での全日本もこれで終わり。そう、あ、そうか、ジャフ出ないから。ジャフカップはね、もう今日はちゃんとしたなん、正規の試合は終わりです。そう、最後のダートラは、今月末の学生のダートラの大会でデモランと、あと練習走行の、ドライバー役として最後の務めを果たすこととなってますが、それまで綺麗に車を、ね、乗らなきゃダメですね。味噌の、豚焼き、豚の味噌焼きですね。ジャンボサイズで、プラス500円でお肉2倍できるということで、プラス500円でお肉2倍。でこちら味噌汁とサラダとお新香がつきますね。これはこちら頼んだのが豚の生姜焼きですね。めっちゃうまそう。はい、ありがとうございます。うまそう。よしよし。いただきます。さあ、タイニーさん、ごちそうさまでした。美味しかった。美味しかったね、本当に。美味しい美味しい。ザ・ファミレスっていうのをイメージしとったから、ちょっと違ったけど。そう、どっちかというと定食屋さんに近い雰囲気よね。あ、そうやな。価格的にも、うん、うん。ファミレス価格っていう感じではないですけれども、味は本当に美味しいんで、こちらに来られた際は、全日本で来られた際はぜひいかがでしょうか。みんなもっと近くで高い金払って泊まってんのかな。あ、そうじゃん。まあ、とか早めに予約してるんやろ、みんな。俺ほら宿予約し忘れたからさ、ここまで来てる。
本来だったら俺もああいうところがよかったな。うん。ちゃんとやってる。予約しんもんだよ。うん、悪かったよ。ドックアップまで。さて、今、セブンイレブンを、後にしてですね。これから宿に戻って、僕は今日の車載映像の確認と、全日本ダートラー第6戦、どこだっけ、キリア内の動画編集に、もうね、いざしようと思います。もう終わってな。今日高田やねんで。知ってる？もう誰もキリア内やってないからね。ね、僕だけ未だにキリア内残ってるよ。居残り練習してるよ。違うか。シェアで。さて、今回のホテル、スズランホテル木原に今戻ってきました。ここのホテルがねすごくおしゃれで、こうなんか書いてあったんだけどね、どこの国をモチーフにしたか。スウェーデンかな、違うな、なんか欧風の佇まいね。ほらこう玄関とかめっちゃかっこよくない？すげえおしゃん扉。さてさて、タイマー。今日予約したホテルのお部屋がこんな感じですね。ちょっともうね、お荷物で散らかってはいますが。おーやったなぁ。ごめんなさい。出たのさっきのじゃないからいいけどさ。あ、俺ね、最悪。はい。はい。ちょっと、アクシデント起きましたが、こんな感じのホテルでして、ベッドが2つですね。なので、嫁と離れて寝られるので、今日はぐっすり眠れそうです。寂しい。寂しいけど、嫁の寝相が悪すぎてね、ちょっと嬉しい。旦那に突き落とされなくて嬉しい。いや、旦那寝相いいから。いや、旦那ね、嫁のこと遅いよね。ど真ん中にいたいから。そうだ。無意識。まあ、そんなこともありますよ。というわけで、これからパピコを食べて動画編集頑張ります。